去年もやったんですけど、はい、まあ去年からやったんですけど、あの流し込みのやろうということで、はい、去年もやってすごく好評だったので、はい、今年もやろうと。それに加えてあの自然がいっぱいなんで、まあ収穫も一緒に体験してもらおうと思って、はい、野菜の収穫もしてもらって。今日のイベントは流しそうめんとトウモロコシの試食会だそうです。この土地で採れた農作物の収穫体験や昔ながらの夏の風物詩を再現し体験されています。はじめまして、市政案内人の代理人、京奈と申します。皆さんよろしくお願いします。なぜこの里山にたくさんの人が集まるのか、その秘密を追いました。それではオープニングです。こういうイベントを通じて、あの町からこうどんどん呼んでいけば、船坂もどんどん活性化していくんじゃないかと思うんですけど。せっかく残していた学校ですのでね、このままの状態で少しでも長く維持できたらなと思ってます。強い気持ちのある人が一人でも多く理解を示してもらって、でそれによって限界集落いうのも達することができるんじゃないかなと思います。皆さんこんにちは、市政案内人です。今回は私がナレーションを務めます。西宮市役所本庁舎がある南部市街地から車でおよそ30分、西宮北有料道路のトンネルを抜けると船坂という交差点が見えてきます。左に進むと有馬温泉、まっすぐ進むと西宮市の山口地域へつながります。この交差点を右に曲がり進むと懐かしい里山の風景が広がってきます。船坂地域です。車で進んでいくと山裾に木造の建物が見えてきます。ここはかつては西宮市立船坂小学校として、平成22年の閉校まで船坂地域の子どもたちが通っていた小学校でした。現在は西宮市立船坂里山学校として地域住民による活性化事業の拠点として活用されているそうです。看板は船坂小学校になってるんですけども、この4月から指定管理制度っていうのになって、で船坂の管理運営委員会が受けまして、名称も船坂里山学校に変わってます。ただ看板はまだこのままです。でこちらが昔ご存知ですかね、用務員さんって泊まるの方がいてはった場所で、未だにその畳と机だけ置いていてます。でこちらが校長室ですね、前の校長室で、でここに中に歴代の校長先生の写真をずっと並べてまして、あれが最後の校長先生です。皆さんにねたくさん来ていただいた方が、やっぱしせっかく残してた学校ですのでね、いいと思うんですし、で皆さんたくさん使用していただきたいんですけど、用途の関係でちょっと使いにくい部分もあると思いますので、まあ、1日でも2日でもみんな見学がてら来ていただいて、私たち今掃除とかやっぱり掃除しないとね汚くなりますのでね、それをしていきたいなと思ってます。なんせこのままの状態で少しでも長く維持できたらなと思ってます。平成28年度からは地域住民を中心とした船坂小学校跡施設管理運営委員会が指定管理者となり、船坂里山学校を活用した各種イベントなどを行っているそうです。また校内には船坂の歴史を展示した展示室もありました。今のとここの間ギターを弾いたりとか、それから今度はパッチワークさんっていう、多分ミシン持ち込んで何か作ったりとか
そういう方が今のところは来られてますね。黒木さんに校内にある貸し出し教室へ案内してもらいました。今日は地域資源を生かした季節ごとの交流イベントが行われているというのです。学校の裏山から切り出してきた竹を使って一から竹とんぼ作りに挑みます。わからない人はこっちに来てもらって。参加しているのは近隣地域や南部市街地からこの船坂にやってきた家族まで様々。みんな普段触れることのない自然のおもちゃ作りに夢中です。どのような手作り竹とんぼができるのでしょうか。竹とんぼを作るイベントだったんですけど、竹とんぼに限らず、先月だったんですかね、シャボン玉を飛ばしたり、いろいろイベントはやるようにしてます。こういうイベントを通じて町からこうどんどん呼んでいけば船坂もどんどん活性化していくんじゃないかと思うんですけど。ところでこの船坂、どのような地域なのでしょうか。今回は上空から船坂の景色を鳥になった気分で見てみることにしましょう。船坂里山学校のグラウンドを飛び立ちます。船坂の魅力は市街地からほど近いところにありながら豊かな自然が残っているところです。都会に近い田舎暮らし、農業のある暮らし、自然豊かな環境での子育てを志向する人にとって魅力的な場所といえます。近年里山学校を活用した交流イベントなどで来訪者は増えつつあるといいます。おや、あれは何でしょうか。市職員の木下さんに里山学校の敷地内のある場所に案内してもらいました。一応もともとが小学校のプールでした。でそこを閉校になった後地域の方々が何とか活用できないかというお話がありまして、で、一応手作りで頑張って作ろうということで職員と市民の皆さんとで、作ったものです。小学校閉校後、それまで手つかずだったプールを利用するため、平成26年、ビオトープとして整備が始まりました。ビオトープとは、生き物たちの生息空間のことを言います。この船坂のビオトープには、山口地域で見られる魚類や、西宮市のオリジナルフラワー、四季折々の草花を配しています。企業の支援ということで、向こうに見えてるんですけども、小水路が出来てまなしで水漏れいうのがありまして、でそれを完全に修復していただきました。この地域の人がやっぱりこの船坂という町を将来においても残していくぞというその強い気持ちのある人が一人でも多く理解を示してもらって、でそれによってここの管理、また建物全体の管理とか活用とかそういう部分がどんどんと発展していくというか、そういう形になれば町づくり、限界集落というのも達することができるんじゃないかなと思います。船坂の方たちは町づくりについてどのような考えをお持ちなのでしょうか。船坂地域では船坂自治会町づくり部会を設立して船坂町づくり基本構想というものを作成しています。船坂ビジョン2050、これは今後の町づくりに取り組む全ての人が目指す将来の姿をイメージできるようにと作られたもの。この基本構想によれば、目標として都会に近い里山暮らしと農の町を目指し、船坂を数十年後も維持できている状態にしようと様々な町づくりの指針が示されています。
ビジョンを実現するための主な課題としては、定住促進、農業の維持・活性化、町並み・生活環境の改善などがあります。これらをクリアするため、具体的な取り組みであるまちづくりアクションプランを確実に実施していき、船坂地域住民主体の参加・連携・共同のまちづくりが行われていくのです。まちづくり部会部会長の酒井さんにお話を伺ってみました。このまちづくりをするにあたって一番大事だと思うことは何ですか？村の人は育てんかなきませんかな。ねえ、まあ、市役所のね、ごっと指導してもらったんですけどね、なんぼ市役所一生懸命だってね、村の人が育てんかなんとまちづくりできないですね。はい、船坂の一番の魅力って何だと思います？都心の中のこの空気ですよね。これはびっくりしますよね。はい、そこ飛んでできたら、まあ、トンネル登っていくとちょっと山の中やけど、突然こう広がるって、はい、ここ抜けたらまた町ですからね。ここなんやろという気はしますわね。で、そこ向かいもそうやけど、茅葺きの家が残ってるってね、珍しいですよね。こんなとこは魅力かもしれませんね。都心にあるというね。ここ田舎じゃないですよ。見たとこ、ここ田舎ですけどね。地理的に田舎じゃないですよ。はい、だからそこは不思議ですよね。7月末、たくさんの人が船坂里山学校に集まっていました。今日は何のイベントがあるのでしょうか。地元の方の先導で船坂の集落を歩いてどこかへ向かいます。着いたのはとある畑でした。畑ではトウモロコシ、トマト、キュウリが栽培されています。今日はこの畑で採れた夏野菜をイベント参加者と収穫していきます。この畑ではいつもはそばを育てているそうですが、収穫後はこうして野菜を栽培しているのだそうです。今回は船坂の夏休みと題して、船坂で採れた野菜を収穫し食べていただくとともに、船坂里山学校の高低差を利用して流しそうめんを実施するといいます。行きましたよ。おいしい。管理運営委員会の方たちが中心となって実施した今日のイベントは、たくさんの人たちに里山ならではの体験を楽しんでいただけたようです。今後も船坂地域全体で季節を感じることのできるイベントなどを多く開催し、船坂地域の魅力を広めていく持続的な取り組みが必要であると感じました。今回船坂地域を盛り上げようとする人々にたくさん出会いました。近年、限界集落という言葉をよく聞きます。今、全国各地で移住促進、定住促進のため、住民が主体となって取り組みが続けられています。そんな中で船坂は、西宮市という大きな町の中にあって、西宮のふるさととして人々に愛され、守らなければならないと考えられています。いつか、西宮市に船坂地域があってよかった、そう思える日が来るのではないでしょうか。